サザエさんのタラちゃん役、また弾丸論破の物見役などでも知られる声優の笹賀貴子さんが2月5日、87歳でお亡くなりになられました。笹賀さんはサザエさんの初回放送から50年以上にわたってこれまでずっとね、タラちゃんの声を演じてこられました。ですが今回ご逝去されたということで、こちらの表にもある通りね、サザエさん一家の中で唯一初回放送から声が変わらないのは加藤みどりさん演じるサザエさんのみになったというわけですね。このこと自体もね、かなり話題になっていました。で、そのサザエさん役加藤みどりさんは今回のさすがさんのご逝去にあたってこのようにコメントされています。サザエさんの初回放送から50年以上ずっと一緒に家族として歩んできたさすがちゃん、さすがちゃんがいるうちは私も頑張らなきゃと思っていたので、さすがちゃんがいなくなって本当に寂しく悲しい気持ちです。心よりご冥福をお祈りいたします。